どうもショータイムゴルフです。方からどうぞ。187ヤードパー3グリーン奥です。ピンは何番ですか？5番。ちょっときついね、曲がり。バンカー、あ、うん、ちょっと左ですね。グリーン左。お、カラーの。カラー、うん。はい。何番っすか？飛ぶね。強気だね。この冬なのに6っすか？冬とか夏とかわかんない、筋肉バカだから。出ました、GG打法。乗った。ナイスオン。何番で？4番。お、おお。五。届いた。届いた？ナイスオン。前？いや乗ってる乗ってる。ナイスオン。ナイス。やっぱカメラ回ると緊張しちゃうね。カメラ回るとね、マジでね、意識しちゃう。何喋っていいか分かんなくなる。余計に面白いこと言おうって思っちゃう。いつも通りでいいんじゃない。いつも通りが一番面白いですよ。いつも面白いんだから。いつもすごい面白い。それがプレッシャー。それがプレッシャーやね。皆さんいつも面白いですよ。本当に面白い。もうみんなの盛り上げ役で。本当はいつも面白いですよ。動画内で面白くないみたいに言ってます。動画内でも面白いですよ。もうなんか、もう出てこないもん言葉が。アメリカで楽しんで見てますよ、達也さん。マジで、うん、動画内で。 Thank you very much イップス。ちょっと英語で喋ってみる。でいいよ。2人英語で喋ってみる。カツさん、カツさん喋れないじゃん。動画的な。え、カツさん喋れるじゃん。カツさん喋れますよ、この人。コース。カツさん、アメリカの女の子と喋ってたじゃないですか。What? 仲良かったですよね。うん。Who? あの、Who is she? メキシコの女の子とかと。メキシカン？仲良かったじゃないですか。I love メキシカン。誰メキシコの女の子って。え、可愛い子いたじゃないですか。名前言わないですか。スターはアメリカでもモテモテでしたもんね。俺ね、本当に、ね。本当に。日本人で唯一本当にモテた。やっぱね、モテてましたよね。あのね、アメリカ人のね、アジア人はね、好きなアジア人はちょっと目がキリッとしてるね、うん、身長が高い。俺はキリッとしてて身長高いなんと。まあそう、俺目キリッとしてる典型的なアジア人側だからね。もうモテてしょうがない。いいな。羨ましい。モテてへんやろ。全然モテてへんやん。いいな。モテ男はいいな。羨ましい。尾崎翔太くんは9割嘘をついている。何で嘘をつくのでしょうか。僕にはありがとうございます。一番最初に話しかけそうだけど。すっげえ昔に一緒に行ったけどさ、もう入った瞬間なんかさ、ドリンク持ってさ、なんかさ、ちょっとちっちゃいテーブルのところに突っ立ってさ、音楽聴いたふりしてんのあいつ。もう来年から刺したまま大丈夫だからね。新ルールで、新ルールでいきますか。マンコロは来年だ。 LINE は十分読みましたか。いや、今回あんま読んでないです。大丈夫ですか、読まなくて。おお。LINE は合ってた。うん、LINE 合ってた。 LINE 合ってた、ちょっと距離感までいいんじゃない。時間なかった。時間なかったっすね。時間欲しかった。ここ重いっすよ。ここ重くないっすか。重いね。登っ、お先して。おい、
はい、ナイス。ナイスパーです。はい、勝ちました。ナイスパーです。受けといたら、やっぱ意識しちゃうから。そう、気づかれないように。気づかれないように回しといて。気づかれないようにやってくれる？ここら辺に常時回しとけるカメラがあったんですね。ね、ここにね、うん、ちょっとつけたいよね。そうですね。あ、そうだね。絶対常時いける。GoPro 的な。どこどこ？左の木の右。あ、じゃあ全然大丈夫じゃん。しょ。しょ。2日前に2ヶ月ぶりのゴルフをしました。うん、あ、そうなんだ。2ヶ月ぶり。寒いからできないんだね、冬は。寒くて全然。雪降ってるの。319ヤード。320ヤードドライブすんの？しない。しない。早いな。あ、でも大丈夫です。訂正すんの早いな。この辺ですね。大丈夫です。あ、もし、大丈夫。勝田さんももちろんワンオンですよね。狙いはね、狙いは一つです。お、あ、ちょっと昨日。昨日ちょい右？ちょい右。全然カメラワークとかさ、最初は誰だってそうだから、俺もさ、最初の方はすげえ結構さ。難しくてさ、苦戦したんだけどさ、今はもう翔太より前からさなんか言ってますけど、翔太さん、ボールを見ながらカメラでも追うっていうのがすごい難しい。あれね、どう思ってんの翔太アドバイスだってさ、ボール見て結構さ固定してて、うん、ボール見て行きそうだなっていうところにズームしよう。俺とかあれだから、だって固定してさ、あの行きそうだなってところにズームしようとすんじゃん俺だってボール見てさ、ボール上上がるじゃん。ああああああってボールの上がった方向に向けてズームしちゃうから。そうだ、天空をね、取っちゃうわけよ。ダメじゃん、ね、難しいっすね。2つのことを同時にできない。まあ、最近上手くなったんですよね。最近でも俺すごい上手いな俺もやっぱね、出るたんびに上手くなれるように頑張る。続けることだよ、俺からの。そうですね。何回目ですか、出演は。もうね、すごい出てるから。すごい出てる。やっぱ、ね、俺2回目なんで、まだ。諦めないで続けることかな、俺から言える方は。あの、何ヤードだ、これ。86ヤード。何番ですか。52で。52で。52で行ってみよう。手前？翔太。手前だよね。だからちょっと決めでも、まあ、って感じかな。80、95ヤードくらい。あ、また左行っちゃった。これやばいよ。ここら辺っすね。うわ、止まった、ギリ。これ何ヤード、何？52ヤード。うん、56でワンバンで、ワンバンでキュッて感じで。体でかいな、背中が鍛えてるね。もうちょっといけ、もうちょっと。うん、まあ、あの結構でも転がったね。お、ちょいでかい。3打目。今日結構転がる？転がります、結構。スピンがかからないから。まあまあ。まあまあ。顔みたいなスイッチ。俺ですか？さりげなく俺撮ってるでしょ。うん。隠し撮り。隠し撮り。ありがとう。そうね、まあ、大丈夫っしょ。ありがとうございます。
しっかり読みました。しっかり読んでないです。オッケー。意外とまっすぐだと思う、これ。まっすぐ。しっかり打てば速い。7フィートぐらいですね。どうした？引っ掛けた。あー、きつい。きついわ。肩は練習しないとダメだな、その。まあ、ティータイム5分前に来たんでしょうがないですね。お、いい感じ、うん、うわあー、おし OK P わかんないです。狙いはどこですか？バンカーの左ぐらい。はい。お、ナイス。ナイスショ。全然。勝ちは抜けない線が。このラインでいいよ。どう？うん、いいよ。完璧。バンカー方面、あのラインで狙えます？あそこは大丈夫。あ、大丈夫。前行っちゃうとまずい。もうないっしょ。ダブスタートなのに。バイオリスブレンジチャージしてます。今日は CM 来ますよ。待ってます。今日はね、売店にポカリセットがなかったんで、一番のエナジードリンクはポカリセットなんだけど、バイオリスオレンジ果汁 20%、今から一気飲みをして、うん、ゲップをせずに山手線を一周いたいと思います。じゃあ行きます。炭酸なんですか、これ。渋谷、表参道。知らないっけ、ね、山手線知らねえよ。山手線嫌いだもんね。嫌い、本当に。俺もだっけ。混むから。本当に混む。死ぬかと思った、押しつぶされて。この間さ、翔太とさ、テレキとさ、新宿行ったの。お。7時に待ち合わせして新宿。何しに行ったんですか。フーターズ行きに。おお。ね。あ、インスタグラム載ってたよ。そう。巨乳が好きって言うからね。翔太がさ、本当にもうさ、無理やりよ。翔太さん、巨乳好きじゃないですよ。そうだよ。翔太さん、貧乳好きって言ってました。俺も貧乳好きなんだけど。絶対ですね。無理やりさ、なんかさ。あの絶対タッドさんだってアメリカでも巨乳の人だったと話す。俺、巨乳としか話さないから、ね。まあ、どうせ話すなら巨乳だろ。巨乳ばっか探してたから。最低。いいだよ、これ。最低。予備入んないっすよ。マジ可愛いんだね。見てみるわ。適当に。この木が邪魔。今なんでフェードっすかね。フェードだね。あと顎も近いんで。ダメだ。あーそう。まあ。やべ。23、6番。左真ん中かな、スピン。どこ？ああ、これまあまあまあ79。うん、7番で行くね。飛ぶね。こんな寒い中7番かよ。
あ、右抜けた。やばい。奥、ああ超えちゃったじゃん。37ヤード。はい。ちっちゃいボットの中にあるんですか。9番でちょっと感じで。はい。左バンカーですかね。何フィートぐらいありますこれ。100フィートぐらい。そんなない。60ぐらいですかね。いやこれでも届かないか。ショート。わか。はい、56で。マジか。今転がらないと思った。16、はい。忙しい。ちょっと短い。ナイス。するか。5。ああ、ちょっと右に。オッケー。あ、入っとけバカ。おお、マジか。知らなかった。ナイス。ナイス。ああ。この動画がいいと思ったら高評価。また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。